やっぱりこうクラブが一番道具の中では軽いので手ですっとこう持ち上げたくなるんですけども、そこはしっかりとクラブが重たいという想定でしっかりとこう体を使いながら、特に右の胸をしっかり開きながらバックスイングをしてあげると、ボールとグリップのポジションが少しこう距離が取れるので、そうすると思いっきり引っ叩いてもですね、インパクトでこう詰まるような動きがなくなってクラブが加速してしっかり距離も出せるし、ミート率も上がってくるので、特にこう肩をよく回すっていうんですけども、感覚としては右の肩を引いてボールとの距離を取るということをかなりこう意識されると、意外とこう朝一発目からでもですね、しっかりとこう気持ちよくスイングできますし、ラウンド通して大きな当たり損ねがかなり減ってくるので、こう右の肩の肩甲骨を後ろにこうしっかりと引くっていう動作をですね、ドライバーを特に意識しないとですね、やっぱりこう長いクラブうまく扱えないので、ここら辺はですね、まあアイアンの時には多少こう浅くてもですね、深く刺さるだけでごまかしが効くんですけども、ドライバーはそういうごまかしが効かないクラブなので、しっかりと気持ちよくバックスイングをするということを心がけて、スイングしていただけるといいのかなというふうに思います。